特別天然記念物に指定されてますオオサンショウウオです。デジカメのバッテリーが切れたのでファインダーもモニターもない小さいカメラで撮りました。暗い水槽でしたが比較的明るく撮れています。最後は亀の動きです。面白いです。終わりです。これで第3部、自然博物館すべて終わりになります。